にちは、宮沢です。今日もニーチェのザラトストラー、こういった上岩波文庫、氷上秀弘さんの役ですね、続きを読んでいきたいと思います。第2部のですね、先民ですね、ページは164ページからですね、私は鼻をつまんで全ての昨日と今日の出来事の中を不機嫌に歩いてきた。誠に全ての昨日の出来事、全ての今日の出来事には、物を書く先民の嫌な匂いが染みている。つんぼでめくらでおしでもある不愚者も同然に、私は長いこと生きてきた。権力の先民、物を書く先民、快楽の先民に付き合うのは嫌だった。私の精神は用心深く苦労して階段を登った。わずかな施し物のような汚れなき快楽がその慰めであった。杖にすがった盲人の探り足のような生き様だった。ところが一体どうしたということだろう。こうした嘔吐からどのようにして私は自己を救い出したのだろう。私の目を何者が若返らせてくれたのだろう。どのようにして私は鉱山に、もはや泉の周りに先民の影も見えない鉱山に飛んでいけたのであろう。私の嘔吐そのものが私に翼を与え、歪みを嗅ぎつける力を与えてくれたのではなかろうか。誠に最高の山頂まで飛んでいって、ようやく私は快楽の泉に巡り会えたのだ、ということです。前回お話ししたのはですね、まあこの世俗の世界は先民だらけだということですね。卑しいやつばっかしかいないと。でこの卑しいやつって誰のこと言ってるかって言うとですね、私も含めた皆さんのことですね。皆さんのことですよ。その人たちと一緒に暮らすのは嫌だって言うんですね、ザラトストラは。で、先民の中にも抜け目のない精神の持ち主がいると気づいたとき、しばしば私は精神そのものに嫌気がさしたって言いましたね。ツラトストラが僕に会えばですね、お前みたいなやつにも抜け目のない精神持ってツラトストラについて語ってると。もうそれだけで精神そのものが嫌だっておそらく言われちゃいますね。まあそんな感じですよですね。でツラトストラはですね、鼻をつまんで昨日と今日の出来事の中を不機嫌に歩いてきたと。全ての出来事にはですね、物を書く先民の嫌な匂いが染みついてるということですね。まあ僕も物を書きますから、僕の物を書くものにも嫌な匂いが染みついてるんだと思うんですけどね。で、権力の先民、物を書く先民、快楽の先民に付き合うのは嫌だったと。まあ権力を欲しがるというかですね、人より優位に立ちたいと思う人、物を変えて自己主張する人、快楽の先民というのは、美味しいものを食べたり、金稼いだり、金使ったりですね、そういうことは嬉しい人、こういうのと付き合うのは嫌だったんですね。だから、もう何も見ないで、聞かないで、喋りもしないで、不愚者も同然に生きてきたんですね。で、わずかな施し物のような汚れなき、汚れなき快楽だけがその自分の慰めだったと。杖にすがった盲人の探り足のように生きてきたと。いいんですね、ツラトストラ。しかしですね、吐き気がしてたんですね。ずっと吐き気をしながら生きてきたと、この世俗で。気持ち悪いんですね、いると。もう吐きそうだと。もう吐き気を催すものしかないということですね。だけどある日、自分を救い出したと。それはですね、自分の吐き気に翼が生えてきたと。で、泉を嗅ぎつけてですね、山頂まで、飛んでったってことですね。アルプスの山頂まで飛んでってしまったと。いうことです。まあ、これは比喩で言ってますからね。まあ、超人思想なんで、世俗がもう、臭くて臭くてたまらないと、こんなとこ生きてらんないと思ってもですね、
その世俗への嘔吐感ですね、気持ち悪さから、ある日山頂に頂に向かって翼が生えて飛んでくっていうことですね。続きです。おお、私はそれを見出した。我が兄弟たちよ、この最高の山頂に汚れなき快楽の泉は湧いている。ここには先民が加わって飲むことのない一つの命がある。激しすぎるほどの勢いでお前は湧き上がる快楽の泉よ。私の杯を満たそうとして、しばしばそれを空にすることもある。私ももっと控えめにお前に近づくことを学ばなければならない。私の心はあまりにも激しくお前を求めて湧き立っている。ということですね。山の上にはですね、泉が吹き上がってんですね。もう、何ですかね。間欠泉みたいにバーって吹き上がってると。で、この泉は先民たちは、下界の先民たちはですね、飲むことができないと。あまりにも激しすぎるんで、お茶碗に汲もうとしても、汲めないんですね。滝にお茶碗入れりゃ汲めないですからね。水ごと、私の杯を満たそうとしてしばしばそれを空にすることがあると。汲もうとしたらみんな飛んでっちゃうっていうことですね。勢いよすぎて。で、控えめにお前に近づくことを学ばなければならないと。このニーチェの超人思想ってよくもう今も言ってな、激しさですね。もう、コップを入れたらコップごと吹き飛ばしていくみたいなですね。激しい流れですね。泉の吹き出す泉とかですね。愛の本流とかですね。そういう言葉がたくさん出てくるんですね。で、まあ、そういう思想なんですね。もう超人になってどこまでも山の頂に登って、そこで雷に打たれて死ねみたいですね。こういう考え方なんですよ。だから人間は人間を超えていけと。神っていうものに頼らないと。そういう考え方ですね。じゃあどうやったらそうやってなれるんだっていうと、もう、こう世俗への嘔吐感ですね。気持ち悪さっていうものをバネにしていけってですね。そんなことして生きられんのかって話なんですけどね。しかし、よく考えてみると、ここにしか答えがないような追い詰められ方も人間しますからね。超人の反対はおしまいの人間なんですね。で、おしまいの人間っていうのはもう第一章に何回も出てきたんですけども。まあ、どういうことかって言えば、まあ、おしまいの人間のレベルもたくさんあるんですけども、もう、なんていうか、過剰なものを嫌うんですね。そこそこのところで、そこそこ働いて、そこそこ健康で、そこそこの社会に住みたいっていうですね。で、そこそこの幸福で満足してると。そういう人たちですよ。で、そこそこの笑いを求めてるんですね。そこそこ笑えるものでいいと。まあ、エンタの神様ぐらいの笑いでいいと。そこそこの興奮でいいと。プロ野球ぐらいの興奮があればいいと。あまりに過剰なものはですね、もう、めんどくさいって言うんですね。めんどくさいっていうかもう、自分の存在の意味を考えさせるようなものはですね、一切見ないと。で、なおかつ自分たちをですね、良くて正しいものだと思ってると。まあ、それが偽善であることは薄々気づいてるし、エゴであることも薄々気づいてんだけど、もうそれ以上、考えたくないと。同調圧力ばっかかけてくると。もう、出る杭は打つみたいなですね。今もうすでにある秩序、既存の秩序に収まった幸福の中で幸せだと思い込んで生きると。こういう人たちがおしまいの人間なんですね。ね、こんな人と一緒にね、嫌だって言うんですよ。まあ、こんな人と、なんで楽しいじゃないですかって言われちゃうと困るんですけどね。まあ、我々みんなおしまいの人間ですからね。
日本人は特におしまいの人間に近いって、アメリカの哲学者からそんな当てこすりを言われて、いましたけどね、2、30年前は。まあ今はそんなこともなくなっちゃったんですよ。おしまいの人間じゃいらんなくなってきたんですよ。なぜかというと、景気が悪くなってきたからですね。全然経済大国でも何でもなくなってきたんで、まだ実力はあるといえ、衰退国家になってきちゃったんで、ようやくおしまいの人間としての本性が出てきちゃったわけですね。醜いエゴしか残ってないってことがだんだん分かってきたと。まだ社会が豊かだったところは小さな幸福、一億総中流って言ってですね、満足だと思ってたんですけども、とうとう分かってきたんですね。その中流っていうもんがどんどん崩壊してきてると。二極化してきてると。中流がどんどん下に落ちてってるってことですね。地盤沈下してってるってことですね。こうなるとですね、おしまいの人間同士、攻め合って生きるっていうギスギスした嫌な世の中になってってですね。で、なかなか若者は就職できないと。年寄りは、老後、安心して暮らせると思ったら、老後破産だとかですね。まあ、どんどん辛くなってんですね。まあ、見えない、目には見えないですけど、生活実感として辛くなっていってると。まあ、景気のいい人もいますけどね、大半の人は、物価は上がって、厳しいと。厳しくなり、もっと厳しくなりそうだと。希望がないってことですよ。希望があまりにもないと。だからこそ今、だからといって、何ですかね、ニーチェとかサルトスラみたいな超人思想を抱いて頑張ろうっていう人もいないですね。もうみんなリスクを取りたがらないと。堅実な道、ローリスク、ローリターンでですね、おしまいの人間たちが群れて、お互いを食い合ってると。こういう状況ですからね。まあこういう状況はニーチェもいた頃もそうだったんですね。で、そういう状態どうなっていったかっていうと、結局戦争になっていったんですね。第一次世界大戦。第二次世界大戦に入っていったと。で、ドイツなんかはもう、至るところ、焦土になっていったと。焼け野原になっていっちゃったんですね。まあ日本もそうですけどね。ということですね。続きです。私の心の上に私の夏の日が燃え盛っている。短い暑い鬱陶しい行き詰まるような至福の夏の日が、この私の夏の心がどんなにかお前の冷たさに憧れることだろう。さりがての私の春の哀愁も過ぎた。6月の私の切片の悪意も過ぎた。私は全く夏の日、夏の真昼となった。冷たい泉と至福の静けさを持った高山の絶頂の夏を来たれ我が友よ。静けさがさらに至福を加えるように。これこそ私たちの高み、私たちのふるさとではないのか。ここに私たちは全ての不潔なものとその渇きにとってはあまりにも高く、あまりにも険しく住む。我が友よ、あなた方の清浄な目をこの私の快楽の泉の中に投げるがよい。どうして泉がそのために濁るだろう。泉はその清浄さを持ってあなた方を迎えて笑うだろう。ということです。山頂は今夏なんですね。短い、息詰まるような至福の夏だと。で、冷たい泉と、ほとばしる泉と、至福の静けさがあると。で、ここに、我が友たちを。やってきて、あなた方の清浄な目で、私の快楽の泉を見つめてくれと。そうすれば、そのために、泉が濁ることはないだろうと。あなた方を迎えてくれるって言うんですね。だから、ここまで登ってこいと。そんな世俗の先民と生きてないで、ぜひ登ってきて、ほとばせる泉を一緒に楽しもうっていうんですね。誘ってくれてるんですけどね。
まあ誰も行かないですけどね。誰も行かない、ほとんどの人は行かないですけどね。もう何言ってんだろうこの人はって感じになっちゃうんですね、これ。ザラトストラ、まあ何ですかね、この本全般がすごい人を励ますことが書いてあるんですけど、およそ実際にいたらこの人についていきたくないって思ってしまうのは、やっぱ私の先民意識というかですね、おしまいの人間っぷりがよくわかるんですけど、続きです。未来の木の上に我々は巣を作る。わしは我々の孤独なもののためにそのくちばしをに加えた食べ物を運ぶであろう。確かに不潔な者どもがご相伴できるような食べ物ではない。彼らは火を食べたかと思いその口を焼くことであろう。まことにここに我々が用意しているのは不潔な者どものための住処ではない。我々の幸福は我々の体、彼らの精神には氷の洞窟に等しいだろう。我々は彼らの上に強い風のように行きたい。わしたちの隣人、雪の隣人、太陽の隣人だ。強い風はこの世に生きる。さらにいつか私は風のように彼らの中に吹き込み、私の精神を持って彼らの精神の呼吸を奪おう。私の未来がこれを欲している。まことにツラトストラはすべての定地にとっての一つの強い風である。彼はその敵と、すべての唾を吐く者に対してこう忠告する。風に向かって唾を吹くことをやめよう。ザラトストラはこう言った。かっこいいですね。未来の木の上にですね、巣を作ろうと。わしが食べ物を運んできてくれると。その食べ物はですね、先民、世俗のおしまいの人間が食べればですね、火を食べたかと思って口にやけどが出て口の中ベロベロ皮がむけちゃうと、いうことですね。まことに我々が用意しているのは不潔な者どものための住処ではないと、自分たちの幸福は先民たちにとって、おしまいの人間たちにとってはですね、氷の洞窟に等しいと。で、超人っていうのはどうあるべきか、ここに書かれてますね。強い風のように生きろっていうんですね。で、強い風のように生きて吹き抜けろと、人間の間を。で、その精神でもって彼らの精神の呼吸を奪えと。もうあまりにも強い風が吹いてくると呼吸できないですからね。そういう風になれと、いうことですね。で、風に向かって唾を吐く者がいるから忠告してやれと。風に向かって唾を吹くことをやめようと。風に向かって唾を吐けば自分の顔にかかるんですよ。まあ、ツラトストラそういう人なんですね、本当に。もう強い風になんなきゃいけないですね。誰に問いかけてんだかよくわかんないですけど、我々も強い風になってかないと。もうあまりにも何ですかね。なんかこういうこと言うと何様だって話になるんであれなんですけど、いやー、まあ、いや強く思うんですね、これ。ろくでもない社会になってんだってすごい思うんですけどね。みんな思わないんですかね。僕はすごい思うんですけどね。それを言うと、あなたの思いすぎ過ごしじゃないですかって言われちゃう感じがして、すごい寂しいんですけどね。自分で強い風になりたいと思ってもですね、唾吐きかけられちゃうんですね。なんか、はいはい、勝手にやっててくださいみたいなですね。どうやったら強い風になれるんですかね。これもなろうと思ってなれるもんじゃないし、どういうことすれば、具体的に何をやれば強い風になれるのかってですね、ことなんですね。まあ、世の中気分の悪くなることばっかですよ。なんですかね。なんか、人間の絆とかも、ズタズタになってるような気がしますし、
なんですかね、浅知恵で生きてる人が多いっていうかですね、この人は立派な人だって思う人がもうほとんどいないですよ。なんか人間の精神としても全然、まあ偽善とエゴにまみれてるような人しかいないと、それをすごい感じますけどね。僕は普段生きてるは強く感じることないんですけども、ふとした時にまあなんていうか人の嫌な面ってパッと見えることあるんですね。なんだこの人はこんなエゴイストなんだとか、偽善者なんだとかですね、こんな自分勝手なのかとか思う時にですね、もう幻滅するってことがまあたくさんありますね。まあ同じように僕もたくさん幻滅されてるのかもしれないですけど、まあなんか人としてのあるべき姿って何なんだろうって思うんですね。本当に何か思いますよ。なんかまあ一瞬思うこともあるんですよね。そのこのまま日本も戦争になっていくのかなって思うんですけども、また愚劣に戦争を繰り返して多くの人は死ぬのかもしれないし、若者は、そんな気もするんですけども、いやいっそ死ぬような目にあった方が人間って強い風になれんじゃないかと、あるべき姿が何なのかって深く考えんじゃないのかっていう気もするんですね。そうすると巷にいるネット右翼とあんまり言ってること変わんないんですけどなんかまあなんか全般的に言ってることおかしいなって、頭悪いなって思うんですけども、その反面しかしながらあまりにもまあ何ですかね、まあどうあるべきかってことはあんまり話題にならないというか、そういうことを確認し合う場所があまりに少ないというかもうどういう手がかりを持ってそういう問題について考えたらいいのかさっぱりわかんない。で、僕がわかんないんですから若い人だってわかんないですけどね。まあでも若い人がどう思ってようがどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、自分のことで精一杯だって話もありますけど、なんですかね、ほら一番の問題はですよ、すごい刹那的っていうか目の前の現実しか見えてない人があまりにも多いと。でそれで生きてると、これまあなんですかね、人間が動物並みになっていってるのと一緒なんで厳しいですね。まあ人って永遠とか無限とか可能性とかっていうものを、目に見えないものをどっかに合わせ持ってないと、この世の有限とか必然性とかそっちの方しか見てないと、これすごい愚かなことなんですね。でまあなんか宗教を信じてる人は永遠なるものを見つめてる、まあ日本の一応日本で言えば天皇陛下っていうのは永遠なるものとしての象徴だと思いますけど、日本国の象徴だってことになってますけど、でこのままいくと日本が滅びるってよく人が言うんですけど、日本が滅びるってどういうことかっていうと、人間が一つも永遠的なものを見なくなると、ずっと続くっていう一貫性みたいなものを信じなくなると、で場当たり的に生きるってことなんですね。で昨日と今日やってることが矛盾しても全然構わないっていう物差しのないような生き方になっちゃうと思うんですよ。で、はい、それでもいいじゃないですかって言われちゃうと、いや多分それはすごい大変だと思うんですね。なぜかって言うと身の危険が迫るっていうことですね。で、その永遠なものを信じてないと、人間なんて寿命が決まってて儚いんだから何やって生きて死んでもいいっていう考え方になっていっちゃうんですね。そうするとみんながみんな自分勝手なこと振り切れて生きていくんで、
殺したい奴は殺して生きる、犯したい奴は犯して生きるってですね、盗みたい奴は盗んで生きるってですね、そういう何にも倫理がなくなっちゃう世の中なんですね。で、このズラトストラの思想っていうのは、永遠に続くものとかそういうことを、まあこれ後半に多分第2部に永劫回帰っていう思想がこの本で出てくるんで、そこにつながってんですけど、まあここ今、第2部まで読んだところそんなこと書いてないですね。人間が超人になればいいと。で、超人になって滅びりゃいいって考え方なんですね、今のところは。そうすると、あんまり倫理観というのがないんですね。もう善悪の彼岸という本もありますけど、そっちに行っちゃってると。いいとか悪いとかどうでもいいんだと。強くあれと。強い風であればいいんだと。虹になればいいとかですね。まあ、そういうことを言ってるんですね。まあ。それだと、まあこの世の秩序っていうものは弱いものになっちゃうと。で、弱いものになるとはもうアナーキーですからね、無秩序になっちゃうんですね。で、無秩序になれば別にそれぞれやりたいことだけやって、戦国時代みたいになっちゃいますね。それかすごい、そうならないために超管理社会になっていくか。どっちかですね。どうなっていくんですかね。まあ今はもう超管理社会になってますけど、管理社会の抑圧が強いとすごい歪んだ形でエゴが出てきて、すごいもう見せられるっていうか、とんでもないことをする人いっぱい出てきちゃうんで。そんなこといろいろ思うんですけどね。なんとなく話も全然まとまんないですけど。なんか具体例あげろって話ですけどね。まあ具体例あげると、なんか不愉快に思う人がいるから、まあそういう話は会員限定音声でしますけど。まあ一応告知をしておきますけど、メルマガ会員募集してますんで、今週1でみんなで800字のコラムを書く、みんなっていうか希望者で書くっていうのをやってますんで、まあ文章教室みたいなのやってますんで、まあよければメルマガ登録してください。チャンネル登録も募集してます。右下のチャンネル登録ボタン押してもらえればありがたいです。ということでした。最後までありがとうございました。以上です。